いどうもこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト11の続きやっていきたいなと思います。ということでちょっと諸事情でですね、ちょっと冒頭が取れてなかったんですよ。あのハンフリーさんのあの孤児院に行くところあるじゃないですか。なのでそこでちょっとセーブできたんでね、まあこれのあらすじ多分それそこら辺が載ってるんじゃないかななんて希望を抱きながら早速始めていきたいなと思います。行きましょう。はい、と乗ってくれるかな。虹色のエジャオを探し旅を続ける青さんたちは、グロッタの町で開かれた仮面舞踏会の優勝賞品である虹色の枝を手に入れるため出場の決意をする。抽選の結果、青さんは全大会のチャンピオンハンフリーとペアを組むことになった。これまでのあらすじ知ってるわ。そうじゃないんだ。またまたいいね。まあまた元があるわ。見事決勝トーナメントの出場を決めた青さんは、聖夜から同志が行方になる不明になる事件の噂を聞き、ハンフリーの話を聞くため孤児院を訪れ、そこで子供たちに賞金を稼いでいるというハンフリーの話に耳を傾ける青さん。すっかり話し込み夜も更けたところ、突然ハンフリーの部屋から大きな物音がする。誰かがいるとハンフリーをかけていくのであった。これまでのあらすじじゃん。いいね、これいいね。毎回これ冒頭流そうか。わかりやすい、すごいわかりやすい。俺毎日撮らない、たまに取りだめすることあるから。さあ来た、おかえりなさい、おさんさん。ということで、さあ来ましたね。ごめんなさい、すいません。ここまで来たんですけどね、冒頭動画が止まってたってことに気づきましてですね、まあこういうことになりましたが、さあということで、ハンフリーどこ行った？下だか上だかどっかに行ったんだよね。こっちだったっけな、こっちかな、どっちだ、こっちか。あ、子供たちが、あ、お前殺されてないね。うるさいな、一体何を騒いでるの。むにゃむにゃ、ごめん、申し訳ない。ちょ、また上行くか。でもってどこだっけ、ハンフリーの部屋、見える？ない、違う、ここか。あ、待った、こうやって見て、荒らされてる。すげえ、部屋に入らなくても見える。これはさすがになかったんじゃないかな。プレス版じゃ分かんないよね、これね。ハンフリーがすごい勢いでこの部屋に入ってたの、一体何があったのって。ハンフリーどこにいる、見える？ハンフリーいなくね、おかしいな、なんかいねえぞ、なんかいない。さあイベントだ、ゆっくり見ていこう。あれ、ハンフリーいた、いなかっただろ今、いなかったよね。くそ、賊に入られたか。これ何だったっけ、ごめん、ここの忘れちった、何だったっけ。賊め、俺は大事な孤児院に盗みに入るとはいい度胸してやがる。大会が終わったらとっちめてやるからな。怒ってる。あの瞳が開いた時に人が死にます多分。怖い、こういう類の顔の人は怖いんだよ。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、青さん、今日遅いし、うちに泊まってったら、え、一緒に。怖いんだが、まあいや、止まっていこう。じゃあ断ってみようか、一回。断ったらちょっとがっかりするハンフリーズも見てみたかったよね。明日の朝になったら残してやれよって。決勝トーナメント備えてゆっくりと。違う、俺お金稼ぎしてないんだ、何にもないんだけど、いいのかしら、こんなボロボロで勝てんのかしら。まあいいや、一回くらい負けても、俺一回って負けたと思うんだよな。オケラーさん、今日から本戦だぞということで、物売ろうか。早速闘技場に向かおうぜ。じゃあね、武器だけ欲しいんだ、武器だけ。武器は、来てしまった。これ戻れないの、戻れるよね多分ね。ほいと、準備はいいえです、すいません、申し訳ないです、ごめんなさい、いかもなります。ごめんなさい、本当に申し訳ない、ちょっと準備ができてなかったんですよ。いや、なんでかっていうと、セーブができなかったんですよ。セーブができなくて、ちょっと他の実況撮りたかったんで、中断セーブできなかったから、ちょっと進めないと、違う、しかもね、外にも出れなかったんですよ。なので、ちょっとだけね、孤児院の方に行ったらですね、まあ、セーブできるかなと思って、ちょっと行ったらですね、まあ、あの女、ちょっと進んでしまったということで、すいませんでした。申し訳ないです。すいません、ちょっと実況があと、まだ3つぐらい抱えてますんで、他のも。なので、ちょっとね、そうなんですよ、中断ね、これだ、このゲームだけはなんか中断がね、できなかったりするんですよね。なんかイベントとか始まっちゃうと。はかね、これ欲しいな、669。これ超欲しいんだけど。売りに来た、売ってもいいでしょうか、売らしてください。なんだっけ、売るときはどうやったらいいんですか。羽帽子。OK。青さん、とんがり帽子。ちょっと、間に合わないだろう。石の剣、売れません、売れないね、売れません。シルビア、旅人の服お願い、2000まで行ってくれたらいいわ。羽の帽子、 OK。 もうお金稼ぎはまたどこかでやるんで、シルビアの剣、ごめんなさい、茨の鞭お願いします。待って、
二度と手に入らないとか言ってんだけど。オッケー、セーナーない方がいいね。オッケー。2000まで行くのかこれ。行くのかこれ。ダメだ。ベロニカの杖、ウサ耳バンド。猫の被り物装備してんのか。まあいいや、ちょっとこれ買った後にどうすね。オッケー。ごめん、2000までいいですか。すいません。ちょっと2000まで。僕あんまりね、これ売らないタイプなんですよ。ベロニカ。ヘアバンド。マジで二度と売れない。ダメだって。キングのローブ。これ攻撃魔力上がるのか。まあでも、やめとこう。めっちゃ怖い。怖い怖い。なんでなの？ちょっとなんで、なんでそんなビビらせてくんの？ちょっと。なんでビビらせてくんの？セーニャ、羽の帽子 OK。あ、もうちょっと。ドレス OK。よっしゃ！ヘアバンド。いや、待って、やめて、怖い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 。絹のローブ。いや、なんでな、なんでそんなビビらせてくんの。神よ、なんかないか。オッケー。はい、2000円いきました。よしよしよし。は、しゅ、やがれの剣。もうこれしかない。もうこれしかない。これさえあれば、勝てんじゃね。勝てるだろう。よし、オッケー。よし。よし。防具はもう仕方ない。諦めよう。防具は仕方ない。諦めよう。防具はな、そんなでも防具は。あ、こっちじゃないか。オッケー。防具のこと忘れよう。そう、もう防具のこと忘れよ。それがなかったから負けたんだとか言うの嫌なんで。で、武器はこれあれなのかな。見た目からニャニャー。オッケー、久々に言ったね。初心忘れるべ、ブラブラ。よいしょ、行こう。なんだこれ。なんだ。よし、行こう。さあ、確かそんなに強いかどうかで言うとそんなに強くなかったような気もするけど、俺一回負けたような気がするんだよな。ど、一回負けたと思う、多分。さあ、行こう。さあ、ハンフリー行こう。まあ大丈夫。必殺ハングリーさん無敵だから。無敵だから。いけるいける。行こう行こう。頑張ろう。なんか薬草投げてくれるんだよね。さあ始まりました。仮面武道会決勝トーナメント。栄えある最初の試合は、優勝候補のヒット、ヒッ。よいしょ、すいません。口叩きました。優勝候補の、筆頭、ハングリー青さんチームと、来ました。これなかなか強くなかったっけ？なんか、お、結構、お、いいね。いいね。悪くないよ。嫌いじゃないよ。なんか、可愛らしくなるんだね。ちょっと、ただ、ちょっと、やだ。ビビアンです。くびれ。サイデリアです。こういうのなかなかめちゃめちゃ強いんだよ、多分ね。うおー、揺れてる。揺れてる。揺れてる。野郎どもが騒いでいる。BT が騒いでいる。追いかけ美人のコンビの登場。会場は大いに盛り上がっております。私のテンションも最高潮です。最高。なんか強いんだっけな。違う、まだ甘いな。ゼシカはもうちょっと下げて両面テープで貼ってたわ。あさき、え、あさ、イロカに惑わされないよって決勝トーナメントで勝ち上がってきた相手だ。本気でいくぞ、任せろ。オッケー。これなんで仮面する必要があるの。こう意味がよくわからないんだが、もうバレバレじゃん。もう数兆はバレてるよね。始め、行こう。さあ、行こう。まずは、現れた。それを分かっています。さあ、特技、火炎切りでいいんじゃないですか？どっちかがどっちなんだよね。多分これだと、こっちが杖持ってるから。お、いいね。炎の爪使っただって。オッケー、33。レギュラマ。こっちはチームなのか。結構強いな。オッケー。ハンフリーさんが無敵だから。ハンフリーさん。ハンフリーさん無敵だから。どんどん行って。全然問題ない。22。レギュラマ。回復しようかね。オッケー。32。やばい、やめて。危ない。ちょっと待って。強いじゃねえか。強いぞ。あ、ちょっと。デフォミちょ、ちょっと待って。いや、違うじゃん。ごめんなさい、舐めてました。俺が引き分けに持ち込んで再試合することになったらすいませんでした。すいません。ちょっと。と調子に乗ってしまいました。もうちょっと早めの回復を心がけていきたいなと思います。すいませんでした。長押しでスキップですか。すいません、長押しでスキップさせてもらった。あれ、ちょっと調子乗った乗った。すいませんでした、すいませんでした。強かったです。行きましょう、もう一回行きましょう。戦う特技、これ魔法の方が良かったりしてね。ギラとか、いやー、なんでだよ。なんでこっちグループなのにそっち単体なんだよ。おかしくね。ちょっといけないと思います、そういうの俺。オッケー、そっち行って。48。めちゃめちゃハンフリーさん火に弱いの。ダメージどれぐらい入る。17。
使わない方がいいな。余計なことしない方がいいな。オッケー。火炎斬り。ドラゴン斬り？どうかね。雨で密かにドラゴンの末裔かもしれない。わからない、それは。戦ってみないと。オッケー。んー、37ね。オッケー、24、ダメだね。ドラゴン斬りってちょっとさ、なんか、ふいーってこう、くる、ふいーってなんか歪むんだよね。あれかっこいいね。火炎斬り。大丈夫だ。今回勝てる。ちょっと早めの。オッケー、25。変わんねえじゃねえかよ。大して変わんねえじゃねえかよ。すいません。すいません。待ってください。やばい、ちょっとやばい。ちょっと待って。呪文。本意味。あれなのかな？ちょっと待って。嘘、違う。すいません。マジごめんなさい。違う、じゃ、すいません、ほんとごめんなさい。ごめんなさい。すいません。すいません。ちょっとハングリーさんの点点点が呆れてる。よいしょ。あれ？ちょ、すいません。長押し。すいません。マジごめんなさい。今回はほんと、もっと真剣にやります。いや、真剣にやりましたけども。すいませんでした。ちょっと待って。嘘でしょ。ちょっと早めに、早め早めの回復でいきます。すいませんでした。本当にすいません。OK です。回復役に徹していきます。これから。オッケーです、すいません。もう一発当たったら、だからこれでこう来たら、オッケー、まだこれいいね。オッケー。何回してる？お、強敵すぎだろ。やばい、待って。こっち。これこっち来たらもやばいのか。オッケー、やばい、待って。やばい、そうか、これがダメなのか。もうダメなのか。やばい。いや、ほら、違うじゃん。あ、また散った。あ、また散った。もうバカじゃん、俺。こんにちは、こんばんは。ということで今回からなんですけどもなかったことにしていくよね。ちょっと待って、わかりました。もう本当すいません。本当、いや、そんな、やめて。おー、盾で、あ、すいませんでした。本当すいませんでした。本当にすいませんでした。ちょっと待って、もう一撃食らったら回復します。もうやめます。もう僕は本当でゴミ虫です。もうみじん、うんげーダメージ食らった。ちょっと食らいすぎじゃないですか今の。やめて、オッケー、ナイスナイスナイス。追い掛けキスだって、やめて。ちょっと今のちょっと食らいすぎじゃない。ちょっとすいませんでした。めちゃめちゃ強いじゃん。オッケー、一回こう一体当たったらもう回復します。しよう、ダメだ。オッケー、だって、あ、そうか、そういうことなのか。ちょっと待って、ってことはさ、ほいね、ちょっとあれじゃない。あ、オッケー、そっち行ってくれた、ありがとう。オッケー、56、死んでるわ。オッケー、すいません。ちょっとですね、まあレベルが低いとかないと思うんで、ちょっといいっすか。防御ちょっと、あ、いいね、17。そう、なるほど、防御でも。オッケー、オッケー、ナイス、いいですね。行きましょう。ひどいひどいひどいひどすぎる。 OK、 23。やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待った。嘘でしょ、また死ぬの。オイラ、オイラまた死ぬのか。おお、いいね、危ない。あー、ハングリーさんありがとう。でもせっかく、お、強敵じゃないか。なんなのあれ。 OK、 特に OK、 行こう。やばい、ベオ、あいつやっぱこっちだな。オッケー、25。オッケー。そうじゃない。ハンオリさん、これめちゃめちゃ強敵じゃん。オッケー。やばくね？ MP 足りない。ナイス！ MP なくなった。オッケー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 。やめて、こっち来んの。いいね。あ、もう MP なくなった。なんだ、なるほど。そういうの待ってたらいいわけじゃん。すいませんでした。オッケー、ナイス。いいね。もうこっちのもんだ。もう、MP のないお前なんてな。町の小胸、ね、小娘みたいなもんだ。もう大丈夫だ、間違いない。オッケー、やばい、なんか来たな。防御です、やめておきましょう。どっち来た。こっちに来てしまった。ネットで MP なかったじゃん。オッケー、よっしゃ、ナイス、いいよ、いいね。いいね、まさかの、どんだけやられるんだっちゅうぐらい。オッケー、ナイス。オッケー、青さん、ベホイミありません。よし、ナイスだ。なるほど、これを待ったらいいんだね。まあね、僕の動画見てやるって人いるかもしれません。一人ぐらいいるかもしれない、もしかしたら。なのでね、ちょっとやめましょう。MP なくなるまで回復っていうのもいいかもしれません、もしかしたら。まずはビビアン倒していかないとね。そっちはないんだな。
オッケー34、オッケー7、いいね、オッケー。ハムリさん、あのハートにやられたら面白いんだけどね。あれ面白い。なるほど、あのメラミナイス、いいね、オッケーオッケーオッケー。まずこちらな、こちら間違いないね。よーし、来た。すいませんでした、すいませんでした皆さん、それ本当に申し訳なかったです。なんかわけのわからんプレイをしてしまいましてちょっと待って。よっしゃ、オッケー、お疲れ様でした。本当にすいませんでした久々だわ、こんな動画で一気にダダダダダって、見え、オッケー。そこまで勝者、ハンフリー青さんチーム。おっけ、ありがとうございます。よかった、テンション上がった、汗かいて、実を見て、今、青さんどんな感じですかって、汗かいてます。あまりにちょっと負けすぎて、ちょっと少し、すいませんでした。さあ行きましょう。次の試合行きましょう。さあ、それじゃあ、いや、今、勝てんのか、次なんだっけな、ベロリンマン的なやつだったんじゃない、違うかな。ハンフリー青さんチーム来ましたね。次、これの次がね、バインバインちゃんだよね。待った、思い出した、これあれなんじゃない、ほい、あたしならここよ、来た、君はちょ、おー、仲いいやつ、こういけら見つけたんだね。同じ属性の2人が同じ属性の2人が、あおちゃんさん、やっぱり勝ち残ると思っていたわよ。シルビア何が強いからな、今こそこのシルビ、おっといけない、いや、このレディーマッシブとどちらが上か白黒つけようじゃない。ナナオさん、今度は対戦、お前の指令なのか、そう、知ってます、ハンフリーさんの顔が、あ、目がちょっと開いたね今ね、あ、ちょっと開いてなかった、指令じゃないわよって、全くもって指令じゃないわって、だって私の名はレディーマッシブ、そしてこっちがマックスハンタム、いたな、そういえばいたな、いたな、下の方にこんなやついたな、やれやれ逃げやがる人たちだな。さあ行こう。さあ問題はどっちを先にやっつけ、どうも、これやられるからには、やるからには真剣勝負、手を抜かないから覚悟しなさい、どっちを先にやるかだな。出たー、ふむろんだ、手など抜かないさ。うわー、あの軽、あの全然関係ないけど、カラクリサークル、サーカスのさ、なんかアクアウエータイだっけ、なんかわかんねえか、わかんねえか、あれあんなんじゃなかった、わかんないか、すいませんでした。さあ行くぞ、青さん、行こう、強くなってんのかな。準決勝第1試合来ました、はじめ、行こう、面白い、超面白いね、11、超面白くない、めちゃくちゃ今面白いんだけど俺、すいません負けましたが、さあ行きましょう。さあ問題が、特技どっちに、必殺技がどっちだろう、これシルビアかな、22、なんか気遣いをしてんな、なんで2回攻撃なんだあいつ、あ、二刀流だからか、 OK、 35、やめて、やばい、早めに回復しとこうよね、さっき学んだじゃないか、 OK、 ナイス、21、やめて、 OK、 ナイス、違う、あれ36、ちょっと怖いんで様子見ていいですか、ちょっと怖いんで様子見ていいですか、チキンプレイしていいですか、自分こっからチキンプレイしていいですかうわー怖い、あれなんだよ、シルビアの怖いとこあれなんだよ。さあ回復します、ちょっと回復しよう、ダメだ、やばい、来るぞ来るぞ、やめて、装備を整えたいね、オッケー、死なないでしょ多分ハンフリーって、よし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 、死なないでしょハンフリーって、ごめんなさい、28、来た、ハンフリー頑張って、やばい、来る、防御、オッケー、何が来る、さあ来た、やめて、21か、あ、そんなにしょぼダメだね、そっち行け、そう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 、つえー、そんなんできんの、オッケーひどいひどい、この主人公ひどい、オッケー、いいんだ、もうよーしだ、いいんだ、大丈夫大丈夫、あのもう仕方ないんでハンフリーさんドーピングしてるから大丈夫っす、大丈夫っす、オッケー、強え、137、めちゃめちゃ強いじゃん、やめてやめて、ほらこっち来た、やばい、これほんと回復しないと間に合わないって、ほら
や本当でしょ、だって実際ほらやめて、違うじゃん、うわめちゃくちゃ強いんだけど、やばい、え待ってくれ、ちょっと待って、これ死ぬ中、そっち行って、オッケー、ナイス、アングリさんありがとう、オッケー、よしよしよし、いいね、危ねえ、危ない危ない、俺回復しなきゃって無理じゃん、あーやっぱ装備もあるか、レベルもあるんだけど、そっかちょっと装備ちょっと低かった、レベル低かったかな、オッケーナイス、オッケー、もうシルビア先に倒してくんねえかな、やめてー、もうシルビアちゃん、オッケー、よし卑怯だ、待ってほらまた来た、こういうのを防御、オッケー、まだ守って、どっちか一撃倒してくれると、オッケー20、どっちか、ナイスハングリーありがとう、マジ助かる、オッケー、危ない、ちょっとひどいな、ひどい戦法だな、よっしゃ一人倒せばこんなもんよ、一人さえ終われば、よし任せろハングリーありがとう、もう君の力はもう十分分かった、あとはゆっくり休むがいい、大丈夫、俺がとどめを刺していこういいとこだけ、いいとこだけ、よっしゃハングリー強い、ハングリー強くない、めちゃめちゃ強い、700の経験値をゲットした、ありがとうございます、強くね、めちゃめちゃ強くね、うなんてチキンプレイなんだ、勝ったぜ、しょう、それまで勝者ハンフリー青さんチーム来たね、 このシルビア、いやレディマッシュベを打ち負けすなんてやるわね青さんちゃん、でもあなたにだったら負けても悔いなし、最高の勝負ができてよかったわって、アディオス青さんちゃん、おっと飛んでた、あの脚力やばくね、なんだったんだあの人、本当だよね、わからんやつで、なんだかよくわからんよね、さあ来ますよ、これこのまま行くのかな、このまま行くの、行ってもいけんのかな、負けるような気がするんだけど、おっとすまない、ちょっと疲れが溜まったみたいだ、さすがに連戦は疲れるなって、さあ要決勝戦だ、また決勝戦行こうか、さあどうするのか、なんかないのかな、装備袋なんかすごくいいの、鱗の鎧なんかないかな、おっさんに装備できそう、なんかすげえいいやつなかった、なんかないの、なんかないかな、毒になりづらいだって、いらんな、鉄の剣、金の指輪いいね、いいんじゃない、ちょっとどこかの誰かに渡されたって金の指輪、ここで使わせてもらおうよ、 MP なー、でも革の服とか結構、あ袋に結構あるね、戻ろうか、ちょっとね防御力がねちょっと低いから、あなんか後ろから来てんの、びっくりした、ちょっともう一回ぐらいちょっと買い物して、よし行こう、まだこっちじゃないね、下だね、あ、ま、間違えた、なんかある程度売っちまったらなんかいけるんじゃない、いけないかな、もうちょっと防御力上げていきたい、防御力上げていきたい、防御力をもうちょっと買いに来た、540鉄か、720、いや強いな、欲しいね、いや無理かな、無理だな、いや無理か、鉄の鎧欲しいね、鉄の鎧、あやっぱここ全部入れるといい感じになりそうだね、でも売りに来た、ちょっといらないもの、ちょっと装備袋お願いします、どれだ、鉄の剣、オッケーです、すみません、ちょっと待ってください、装備、旅人の服いらないですか、旅人の服、オッケー、よしよしよし、いけんじゃないか、案外いけない、いけない、無理無理、捨ててこパンツ、はい、いや無理か、装備は整えたいよね、せっかくだからね、鱗の鎧、あ鱗の鎧はもう次の人たちがでも仲間になるときにいるんじゃねっていう、このちょっとあるよね、せっか人から取ったパンツを売るっていうのってもうやばくね、犯罪じゃね犯罪だよね、これか亀か革の帽子ね、いやー足りねえ足りねえな足りねえや足りねえや
ダメだ、足りねえや。ちょっとだけもう装備ぐらい整えるか。まあいいや、まあいっか。まあ次は決勝戦だから、まあ時間も時間になったんで、今回はこれでセーブして終わるか。さあということで、ちょっとね、突然ちょっとね、色化にやられて何回も死んでしまいましたが、ここら辺で終わりたいなと思います。次は決勝戦ということで、今回この辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。